はい、皆さんこんにちは。イラストレーターまるです。今回は私が実際に使っている画材についてすべてご紹介していきたいと思います。概要欄の方にも URL 貼っておきますので、ぜひこれ気になるなーっていうのあったらそちらから飛べるようにしておきます。もちろんね、画材っていうのは魔法使いの杖と一緒で自分に合う合わないものがありますので、これ良さそうだなーって思ったものだけでもね、ピックアップしてみてください。またね、これからいろんなレッスン動画が私の YouTube でね、公開されていくと思うんですけど、全く同じものを使わなくてもね、全然大丈夫です。水彩絵の具はね、様々な紙にたくさん描けますので、自分のお気に入りの紙にぜひ描いて楽しんでいってください。じゃあそれではご紹介していきます。どうぞ。それでは早速水彩絵の具からご紹介していきます。私がいつも使ってるのはホルベイン透明水彩絵の具というものになります。これは私のお気に入りのビスキュイテリエブルトンヌのクッキーの空き缶なんですけど、かわいいでしょ。私が昔小学校とか中学校とかに買って買った時のパッケージは昔はこんな感じでした。で、今はね、こういうアルミ製のものに変わってます。なので皆さんが今多分買うとしたら、これこのね、アルミ製のものになります。で、24色セットがあれば様々な色を作り出すことができるので、最初はね、24色セットを買うのをおすすめしています。で、私がいつも使っている、よく使う絵の具は、このチャイニーズホワイトと、イエローグレー、あ、これイエローグレーだ、間違えた。これだ、これだ。私がいつも使っているのは、このチャイニーズホワイトと、イエローオーカーっていう絵の具の種類を使います。この二つは、本当に消耗が激しいので、もしね、真似して使ってみたいなっていう方、この二つよくなくなると、覚悟しておいてください。はい、じゃん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 。次ね、パレットです。パレットね、2つあるんですけど、1つずつ紹介していきますね。じゃん。あ、すっごい汚かった。ちょっと綺麗にするか。はい、私がね、普段使っているのがこちらのパレットになります。スチール製で漆調塗装パレットっていうね、普通のパレットとはちょっと違うパレットです。結構ね、重みがあります。重量感があるので、絵の具をね、溶かすときに動きづらいです。結構重いです。こうやってやってもね、こう動かないです。で、安定感がありますね。で、ちょっとくすんだ、なんて言うんだろう、黄色みがかったホワイトの塗装なので、絵の具の色味がね、本当にとても明るく見えます。で、ホルベインのパレットと比べるとちょっとね、お値段高いんですよね。なので、これから長年水彩を本格的にやっていきたいよっていう方は、こちらのちょっと高級なパレットをおすすめしています。これね、実は私が小学生の時から使っているパレットなんですね。なので、この辺とか結構もう汚れてるんですけど、この撮影してる時26なんですけど、まだまだ使える、重宝しています。こちら、ホルベインが出してるパレットです。で、これは、アルミニウム製で結構軽量です。軽いです。なので、さっきと比べると、ちょっと動きやすいかなっていう印象ですね。持ち運びにはとっても最適だと思います。で、パレットの色味はですね、さっきのと比べると若干青みがかったホワイトです。なので、少し、こっちのパレットと比べると、色の見え方若干変わるかなっていう感じです。ちょっとわかりますでしょうか？こっちが、さっき紹介した、漆調塗装のパレットで、こっちがホルベインが出してる軽量のパレットです。ちょっと色味違うの分かりますでしょうか？なので、そういったところも気にするよっていう方はね、どっちが好みなのかっていうのを見比べていただいて買っていただけるといいかなって思います。で、あとは、こっちのパレットと比べると、ホルベインが出してる軽量のパレットは、比較的初心者の方でも手が出しやすいお値段だったので、最初、本当に初心者で、
はじめまして、水彩はじめましてっていう方はね、こういったパレットから始めてみることもおすすめします。はい、お次に紹介するのがこちらの筆です。筆さんです。基本的にね、私は5センチのミニサイズのイラストを描くことが多いから、筆はね、こういった先端が細いものをよく使います。で、2022年までね、インターロンのこの平筆と細筆、この2つを使っていました。で、この2つがあれば基本的に何でも描けます。私がレッスンで教えているイラストは基本的にこの2つがあれば何でも描けますね。で、またね、この2つは抜け毛が少ないんですよ。なので、ストレスなく描けるかなって思います。まず初心者さんがね、集めてほしいのはこの2つですね。から、まず集めてみてください。で、次に紹介するのがこちらの筆です。これは PC セーブルという筆になります。PC セーブルさん。で、この筆はですね、先ほどの平筆よりもかなりさらに細くなっています。こんな感じ。細いでしょ？で、何個も細さの種類があるんですけど、私はこっちの筆は筆のサイズをミリ単位で変えたい時によく使っています。例えば、なんだろう、お洋服のツイードの線をこう表現したい時にもっと細い筆だったらこういうの使うし、とかね、ミリ単位で調節したいときにこの筆たち使ってます。画面越しだと全部同じように見えるんですけど、ちょっとずつサイズが違うんですね。番号が書かれてるんですけど、PC セーブル00番から0番、1番、2番っていう感じで。で、このね、ターコイズブルー色のね、このカラーがとっても可愛くて、カラー本当にお気に入りです。可愛いでしょ？なんだけどね、これね、抜け毛がちょっと多いんですよ。こう絵を描いてる時に、ここの毛がね、ちょっとね、一本、こうプッてこう抜けてたりする時があるでしょ？それがね、ちょっと多いかなっていうのが、ちょっと個人的な意見ですね。なので、こうミリ単位で筆の細さ、調節したいなっていう方はこういったのもおすすめしています。じゃじゃーん、筆仙器です。ちょっと汚いんですけれども、私はこのガラスのコップをね使っています。お水を入れるやつですね。筆仙器はお家にあるこう使ってないコップとかでも何でも代用できますので、ぜひ自分の家にあるかなみたいな感じで探してみてください。私のこの使ってるガラスのコップはですね、大好きな雑貨屋さんサリューで買ったグラスです。ね、以前までね、この映像差し替えられるかな。100均で買った4仕切りのものを使ったんですけど、意外とこれ場所取るんですよね。このね、倍はあった、こんぐらいは場所取ってたかな。なので、場所取るなーって思って小さいものに変えました。一般的な水彩の技法って言うと、お水でこうぼかしたりとかってするじゃないですか。でも私はそういう技法ってあんまり使わないので、多少ね、お水に色がね、こうついてても気になりません。もちろんね、衛生的にお水をね、毎日変えるっていうのはしてほしいんですけど、濁ってきたら、まあ適宜ね、変えてあげてください。で、お水はね、こぼすのが原因になるので、紙コップとかね、軽いものはおすすめしません。布ですね。布ちゃんです。布ちゃんはもう、すごい汚いんですよ、これ。全部絵の具です。これちょっとお見せするのも恥ずかしいんですけど、布は自宅にある使ってないハンカチなどを用意してみてください。私はね、これ3年間ぐらいこのハンカチを使い倒してるんですけど、そう、洗った筆の水をね、拭き取ったり、水の量の調整したりするのに使うので、ある程度、こういったパイル生地とかのこの吸水性に優れたタオル生地をね、使っていくことをおすすめします。ガーゼとかだと、ちょっと吸水力足りないかなって思うので、私はこういったふわふわの生地、タオル生地使ってます。次ですね、色鉛筆のご紹介です。こんな感じで、じゃじゃーん。そうですね、色鉛筆はですね、2種類あります。で、私がね、よく使うのはこの色辞典っていう種類の、あーあー
で、さらにその中でもよく使う色っていうのは、この茶色とかイエローオーカーですね。この辺よく使ってます。ぜひ揃えたいなっていう方、この版、品番をぜひ揃えてみてください。この3つよく使うので、一番短いですね、この中でも。はい。で、色鉛筆って、芯が柔らかいと色が乗りやすいんですね、紙の上に。例えば、小学生の時に使ってた安価なものって、こう芯が硬いんですね。なのでこう塗りづらかったりとか、思ったより色出ないなっていうのはあると思うんですけど、こういった、ちょっと高めなんですよね、色自体も。こういったね、色鉛筆はですね、少し芯が柔らかくなってるので、色がね、乗りやすいです。例えばですね、こんな感じで。こう、色がくっきり出てるの分かりますか？これぐらい色がね、くっきり乗ります。例えば、ユニのね、色鉛筆も私持ってるんですけど、同じ茶色ですね。ユニ、これはまた違う品番です。これはね、別におすすめしてないので、買い揃えなくていいんですけど、ユニだと、これぐらいの色合いです。違い分かりますか？ちょっと色薄いですよね。こっちの方が色濃いです。色辞典の方が、鉛筆の芯が柔らかいので、紙に色がくっきり塗りやすいです。なので、色辞典の方をおすすめしてます。まあ、ユニの色鉛筆は、たまに本当に使うぐらいですね。こう薄い色作りたいなっていう時は、こっちの色使う。こっちのユニ使って、大体でも基本こっちの色辞典の方を使いますね。なんでかっていうと、私はね、大体水彩絵の具の上から色鉛筆を重ねることが多いので、なので、こういった濃い色がくっきり出る色鉛筆の方が好きです。でですね、たまに登場してくるペリシアもご紹介しておきますね。一応ね、これ廃盤にもうなっちゃってるんで、もう皆さんは今から買えないんですけど、たまに私のレッスンで出てくるので、一応紹介しておきます。ペリシアは、油性色鉛筆っていうもので、まあ、その名の通り、こう油性なんですよ。どっちかっていうと、クレヨンと色鉛筆の間ぐらいですね。ね、ほんとね、これね、もう廃盤になっちゃって、私ももう購入できなくて、もう、ショックなんですけど、ちょっと違いわかりますか？最初のご紹介した薄いユニと比べると、断然もうクレヨン並みの色の塗り加減ですよね。なので、本当にとっても濃い色をのせたいときは、たまにこのペリシアっていう色鉛筆を使っています。まあ本当にたまになので、そんなに使わないです。なので、まあまたね、これからちょっと皆さんに、こんな油性色鉛筆おすすめだよっていうのがまた現れたらまたご紹介していきます。それまではちょっとね、ペリシア動画でちょっと出てくるかもしれませんが、これ見てる皆さんね、よかったら、こう、おすすめの油性色鉛筆あったらね、ぜひ教えてください。コメント欄でお願いします。あ、で、色辞典は全部で90色あるので、全部集めると8000円だったかな。なので、ぜひ、こう、色辞典気に入った方は、ぜひぜひ90色ね、集めてみるのもいいですし、くすみカラーとか、淡い色とかでこう分かれて売ってるので、ぜひね、第1章、第2章、第3章ってあるんですけど、それを自分の好きなね、カラーをね、選んで買っていくのもおすすめです。はい、次、こちら、鉛筆です。これはね、こう、下書きに使う鉛筆は何でもいいです。本当に皆さんが使いやすい鉛筆をね、ご用意してみてください。シャープペンよりかは、鉛筆の方をおすすめしています。シャープペンだと、こう、後で消した時に傷が残りやすいので、こういった柔らかいね、鉛筆、用意してみてください。もう、これはもうすごいちっちゃくなっちゃってるんですけど、例えば、このハイユニの 2B とかもおすすめしています。もう下書きなので消せれば何でもいいです。で、これはですね、私がよく使ってるのは無印良品のシャープペン鉛筆です。このね、持ち手がね、太くてね、握りやすいっていうのもすごい気に入ってます。で、鉛筆はね、こうシャープペン式でこう芯がこう出てくるので、鉛筆をね、削らなくていいっていうところもすごく気に入ってます。
で無印にまだ売ってると思うので、ぜひ。例えばね、なんかこんな書き味です。うん、普通の板ってね、鉛筆とそこまで変わらないです。灰ユニだとこんな感じ、そこまで変わらないでしょ。なので私はこのシャープペン鉛筆を愛用しています。はい、練り消しですね。次、練り消し。ちょっとね、今すんごい使い古してるの、こんなにグレーになっちゃってるんですけど、練り消し、ぜひ、絵描きさんはぜひ用意してみてください。これ皆さん持ってて欲しいアイテムです。練り消しにあまり馴染みがない人に、練り消しって何って説明しておくと、消しゴムの柔らかいバージョンです。例えば、これ新しいやつなんですけど、こんなに伸びます。お餅みたいに伸びます。で、消しゴムで、消しゴムみたいに本当に消していくんですけど、こんな感じで消えます。一般の消しゴムで消すよりも、紙をね、傷つけずに優しく消せるっていうのが、練り消しの良いところです。あとは、こんな感じで、こう、鉛筆の下書きを薄く残しておきたいよっていう時にも、この練り消しだとね、調整ができますよね。こうちょっと優しくポンポンってやるだけでも。なので調整がすごくしやすいので、練り消しは必ず用意しておいてほしいアイテムです。で、自分のね、使いやすいサイズにね、こんな感じちぎって使いましょう。次は紙についてのご紹介です。いろんなね、紙に書くことが私は好きなんですけど、その中でもよく書いてるのが上質紙です。こんな感じで。これも上質紙に書いてます。こんな感じね。で、結構昔なので、結構ベコベコ、この辺がちょっと汚くなっちゃってるんですけど、こう、これは、この紙はですね、水彩専用の紙ではないんですね。なので、お水を含ませすぎちゃうと、ベコベコになってしまいます。なので、必ず買う方は、この厚口を用意し、なるべく厚口の紙を用意してください。これよりも、ペラペラ、もうコピー用紙ぐらい薄いと本当にすぐヨレヨレのベコベコになっちゃうので、必ず厚みのある厚口のものを用意してください。で、なんでね、この紙が私好きかっていうと、まあこの先のレッスンでもたくさん語ってくんですけど、お水がね、乾くのが遅いので、筆のタッチがね、残りやすいんですよね。わかりますか？この辺とか、この辺のこうテクスチャーが本当に大好きで、このだから上質紙じゃないとダメなんですね。で、大体ね、買うと A4 サイズのものが多いので、この半分にカットして A5 サイズでレッスンでは使っていきます。なので、紙を買ったら皆さん A5 サイズにこう半分にカットして使っていくと、扱いやすい紙になってくるかなって思います。で、もちろんね、水彩専用の紙に書いていくことが好きな方はぜひね、そちらを、ぜひ自分のね、好きなものを使ってください。私も別に上質紙だけじゃないんですよ、書いてるの。いろんな紙に書くことが大好きで、例えばこれは、アンティーククラフト紙に書いてたりします。クラフト紙でも、このホワイトが可愛いですよね。ホワイトが生きてきますし、あとは100円ショップで買ったカラーの紙、グレーの紙にこういったドレスで書いてたりとかします。で、様々な紙に書くことも水彩絵の具でできるので、ぜひぜひ皆さんの好きな紙をね、発見していったりとかね、研究していってみてください。なので、オーソドックスなのは上質紙だよっていうお話でした。はい、で、次にね、あると便利なものをご紹介していきますね。私はね、このクリップボードよく使います。で、クリップボードはね、このペンコのクリップボードを使ってます。これはね、アンティーク感っていうか、このヴィンテージの感じがすごい好きで、気に入ってよく使ってます。で、これはね、何に使うかっていうと、下敷きのような役割なんですよね。例えば私なんかは最近この木の机の上で絵描いてるんですけど、ここだってね、やっぱボコボコなので、絵が描けないんですね。なので、こういったこう平らなね、ボードの上で描いたりします。私がなぜクリップボードを使ってるかっていうと、画用紙が予期せぬこう事態でこう動いてしまうっていうのを、ね、防いでくれます、ここのクリップで。例えば
まあ、これはちょっと上質紙じゃないんですけど、こういって置いておいたら、クリップでこう止めておけば、こう、あらゆるこう、事態でもね、こう動きづらいっていうのが、このクリップボードの役割です。あとは、単純にめっちゃ可愛いですよね。これ、挟みながら書くの、すごいテンション上がります。私はね。じゃん。は、トレース台です。トレース台はですね、このレッスンではあんまり登場しないんですけど、個人的な制作とかね、お仕事をするときに大変よく使っています。で、下書き一つあればですね、何でもこう量産ができてしまうっていう優れものなので、一つは持っててもいいかなっていうアイテムです。例えば、こんな感じで、これでコンセントにつなぎます。そうすると、ちょっと明かり消しますね。光消して、こう光焚いてあげると、ちょっと透けます。ちょっと画面だと分かりづらいんですけど、結構透けてます。こんな感じで、こう紙をね、上にこう重ねて、これ固定して、この上からこう書いていくっていう方法もあります。なので結構時間短縮にもなるかなっていう優れものなので、でも必ず必要だよっていうものではないので、必要だなっていう方は、ぜひ、こう使ってみてください。でね、私がね、これ買ったのは2、3年前だったので、こうネットで探してみたんですけど、同じものがなくてですね、良さそうだなって思ったものをピックアップしてブログ記事に載せておきましたので、ぜひそちらご覧ください。はい、いかがでしたでしょうか？私の画材すべてご紹介してみました。なんかこんなのもおすすめだよみたいなのね、ありましたらぜひコメント欄で共有していただけると嬉しいです。それではじゃあ次回の動画でもお会いしましょう。バイバーイ。